はい、街を良くすると細谷秀明でございます、日時はですね、2022年1月の4日でございます。はい、もう夕方なんですけれども、はい、今ですね、東京都青梅市の湯木町に来ております。はい、こちらはですね、ドラマ青い鳥でですね、使われた、ロケ地でございます。はい、ドラマね、青い鳥と言われても今のね、若い人はそんなドラマね、あったかななんてね、言われる方もいらっしゃると思いますが、そうですね、今からもう23、4年前のドラマだと思うんですけれども、出演はですね、豊川悦司さんとかですね、長作ひろみさん、夏川由衣さんとかがね、出演されてましたね。それでですね、こちら、即成寺というんですかね、はい、即成寺というんですかね、こちらでですね、夏川由衣さんがですね、演じるですね、町村香織が、亡くなられてですね、七周忌に当たるときにですね、こちらで、七周忌をやったというですね、設定で使われたというですね、ことが、分かっております。はい、大体ですね、30代以上の方は、青い鳥のね、ドラマのことを覚えてるね、方もおらっしゃると思うんですけども、こちらのですね、アングルのね、こちらから見たアングルの、お寺のシーン、覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。はい、なかなかね、風格のあるお寺ですよね。はい、はい、このようになっております。現在はね、このようになっております。ドラマがね、放映された時は、本当にですね、23、4年前なんですけども、かなりですね、当時高視聴率をね、誇った、ドラマでございました。はい、特にですね、この町村香織がですね、七周忌が行われたね、回では確かあのドラマでね、視聴率 20% ぐらい、取ったというね、一番高いね、高視聴率を取った回でございました。はい、いや、このようになっておりますね。はい、いや、風格のね、春お寺ですね。はい、